今日はあいにくの雨です、南沼エビもどんよりしてます。今日はよいしょ、ペトリ、今今日もいろいろやっとるんですけどね、以前に作ったペトリレンズ用アダプター、ペトリレンズをこれこういうやつですね、本体からジャンクの本体から、マウント部だけを外しまして、この市販されている、3942のステップアップリング、これを合体させて、ちょうどフランジバックが、いいように、で、M39 のライカエルマウントの、こういう状態アダプターですね。でこれにペトリレンズをつけるとフランジバックがちょうどパーチし合うという、ことになってますね。で、ここの調整だけ、この調整だけすればいいわけですよね。で、私のこの、ジャンクボックス、レンズ、バラしたレンズのヘリコイドとかその他いろんなものもろもろを、大事に取っていまして、こういう、雨の日に、それを使っていろんなものを作るっていうことですね。でちょうどいいのはないかと探しました。ヘリコイド部がちょうどいいなと、使えるなというのと、こっちはヘリコイドをカットしたんですけど、こういう状態のやつをカットしてこうか、こういうやつをこういう部品だったんですけどカットして、こっちが使えそうだなと、この厚みが使えそうだなと、一方こっちはこの厚みが使えそうだなということで、この2個を使いまして、この2個はまた次回何かの時に使うぞという感じです。もう電動工具は使ってないので、手引きの金切りの子で切ってるので、およそアバウトですね、カットが。でもまあ、接着剤に隠れてしまうので問題ないでしょう。こういう状態になります。これをここに合体させるという考え方ですね。で、エルマウント仕様に、すると、こっちの場合は同じです。こういうふうにして、この厚、要はこの厚みが欲しいわけですよね。この厚みが、黒沢厚みって言いましたけど、まあ、知らんでしょうね。はい、この厚みが、大事なんです。欲しかったわけです。はい、そういうことで、さあうまくいくかどうかやってみよう。こうやって、合体させたら、
このトップに、来るところですね、マウントアダプターのトップに来るところに、締め込んだ状態でマークを入れておきます。そしてこの赤マークをここに来るように接着します。じゃないと絞り値とかが、変な方向にこっちの方に行ったりとかするわけで、ここを大事なとこですね、ちゃんと上に来るようにこれ締め込んだ状態でマークを入れるということですね。で、接着剤は、瞬間的につくタイプとじわっと後々、つくタイプ、2種類をいつも自分の場合は、同時に使ってます。瞬間的につくやつはショックに弱いんですよね。コーンと叩いたりポンと落としたりした時に外れますので、ショックに弱いので、その分、じわっと効く、接着剤は時間はかかるけども後が強いということですね。